笠山から見た田原臨海風力発電所。田原臨海風力発電所は、愛知県田原市緑が浜にある風力発電所。事業主は株式会社 J ウィンド田原。港湾区域の風力発電所としては、日本最大級である。愛称は、田原風林。リトヨタ自動車の敷地内や田原市の交有地などに立地し、発電風車の真下は、 緑が浜エコパークという公園として整備されている。2 0 0 0ットの風車発電機が11機設置されており、発電所出力は2 2 0 0 0ット。発電機はデンマークのベスタス社製であり、羽の直径は80メートル、取り付け高は67メートル。田原市は田原エコガーデン式構想を掲げており、東風力発電所の他にも厚み風力発電所、 イラゴ風力発電所、クミゲン風力発電所、ザオーヤマ展望台風力発電所などが立地している。2001年から風況観測や環境調査を行い、2003年12月に田原市と公害防止協定書を締結して着手。一期は愛知万国博覧会の会場外施設として田原風力発電所という名称で2004年3月に、 先行営業を開始し、トヨタグループパビリオンの電力を賄った。2005年3月の通常運転開始から1年間の年間発生電力量は約4600万キロワット H であった。それ以外の11機は田原風力発電所を取り巻くように建設され、田原臨海風力発電所として2005年3月に営業運転を開始した。 久美原風力発電所では低周波騒音が問題となっている。頭痛やめまい、不眠などを訴える住民がおり、2010年3月に環境省の調査によって風車の回転による騒音が確認された。田原市の風力発電所座を山風力発電所では、年平均毎秒8.3メートル。緑が浜2号力地では年平均毎秒6.5メートル。 白谷海浜公園では年平均毎秒4.7メートルの風が吹く。緑が浜には2005年4月より田原市のゴミ処理施設である田原リサイクルセンターが稼働しており、田原リサイクルセンター発電所はこの処理施設で使用される電力を賄うために建てられたものである。ありがとうございます。